これからどういう活動をするのか全く未知なところがあるので体調を管理しながら活動していきたいと思っています。皆さんのご期待に応えられるようにしたいと思います。ありがとうございました。改めて身が引き締まるような思いです。女性も男性も能力的に変わらないんだよっていうところを示していきたいです。国会議員とはどういうものかって、これからだとは思うんですけれども、本当に皆さんからご信託をいただいて、これから6年間仕事をさせていただきますので、責任の重さを感じながらもやりがいを感じております。やっぱり私は一般庶民の代表として来ていますので、国会議員の皆さんの中でも一番私たちに近いと思っていただけるような庶民派の議員になりたいです。一つ一つ の知識ノウハウを極めて少しでも北海道のために役に立つ、そのことをやっていきたい、道民の方々にお約束したことをしっかり果たしていく、その思いでいっぱいでおります。ありがとうございます。政治家になるのが10代の頃からの夢だったので、ようやくスタートラインに立ってとても嬉しいです。やっぱり、国民のために我々一人一人が汗をかかなきゃいけないのが国会議員ですから、必死に努力し、少しでもいい方向にこの国が、そして地域が進むように、頑張っていきます。2020年オリンピック・パラリンピックをきっかけにですね、この日本全体がもっとこう全ての人に住みやすい、社会、住みやすい国になっていけるように、その後の取り組みをしっかりと視野に入れながら議員として取り組んでいきたいと思います。はい、はい、ここお願いします。国政に戻れた、国会に戻れたということで、鈴木宗男と名前を書いてくれた人に万感の思いで感謝をいたします。日本で唯一の社会民主主義を唱える社民党として、やっぱりここはしっかり日本の政治を立て直すために、その役割を果たさなければならない、そこに存在意義があると思っております。緊張は僕全くないです。ただ入るのはちょっと怖いですね。今回僕はあくまでも公党の代表ということなので、もう今日からそういう意味じゃ仕事が始まるんです。